まったく兄貴も甘いぜ。神戸線全線3日間貸し切りだってよ。いがむな、お前だって歯応えがある方がいいだろう。それはそうだけどよ。第一線に入ってくるぞ。早いやつが来るんじゃねえの。当たりだ圭介、並走してる。俺たちに見せつける気かよ。まったく。左側の車、前哨灯の位置が違いますね。800型か91000型か。エンペラーは2100型ワンメイクだ。じゃあ、あれは。まさか。2100の戦闘力なら、ここまで先行を許すことはありえない。今日一名、最初から俺の目の前で抜く気だったか。なんて2000系がパトルやってんだ。標識が改装になってたぞ。いいのかよ兄貴、こんなパトル。さあな、ここは天下の軌道だ。誰と誰が走ろうと俺たちがとやかく言う筋はない。違います。聞きたいことがあるなら直接本人に聞けばいい。俺は先に休む。明日始発始業。全部わかってるって顔してるぜ兄貴。ついてきてるじゃねえか。中高速域からの再加速性能を考えれば俺より速いスピードで曲がっている。このまま全マッチ使わずに終わるかと思ったが、そう張り合いがない。岡本通過で全開だ。一瞬で終わるぜ。またペースを上げやがった。どうする、少しペースを上げるか。俺らしくない。答えは初めから決まってるはずだ。ペースを変えたりはしない。ここでカッとなってチャージするのは愚の骨頂だぜ。おそらく政治はそういう巻き方をしたはずだ。普通のことを普通にこなして勝つのみ。初めて繰り出すフェイントモーションからのこのアグレッシブなドリフトは俺が勝負を決めに行くという意思表示だぜ。お世辞にも長いストレートとは言えないが、ポンコツを振り切るには十分だ。終わりだ、アバヨン2000。自動車レースの世界ならエンジンブローは負けなんだがな。はじめに言った通り、俺はバトルをしたつもりはない。現実ってもんがよく分かっただろう。俺と競り合える車に乗り換えるまで勝負は預けておいてやるぜ。たくみ。親父。救援機の連結作業手伝え。救援列車にしてはずいぶん短いな。ちょっと待て、親父のやつ救援機って言ったよな。いや
まさか。なんだよこれ、やりすぎだぜ。何やってんだお前。いいぜ親父。よし行くぜ。さりげなく圧縮引き出しやったりして。なんで引き出せるんだなあ親父。2000か。ただの故障じゃああはならない。おそらく高圧系でトラブルが連鎖して起こったんだろうな。パンタ下げたのはいい判断だ。いやそれはそうなんだけど、それ以上に気になることが。この鎌は何なんだよ。デクさん生誕80周年記念回収で。なんだよその間は。せっかく会いに。つうかこっち見て話せ。許容120トーン。だいたい銚子電鉄は恐怖だよ。なんでレール幅の違う神戸線を走れるんだよ。機関。おい分かってるぜ匠。これでもてめえの親だからな。酢豚はやっぱりワイン入りだよな。違う。藤原はいるか。高橋兄弟の弟。高橋涼介の弟。何のような弟。いちいちうっせえぞお前ら。それより藤原は。匠は明けで帰ったけど。だったら伝えてくれ。昨日の勝負は無効だ。俺は認めない。世間がどう思うが、俺は藤原が負けたとは思っちゃいない。それから仇は必ず取ってやる。クソ生意気なエンペラーの鼻っ柱を俺と兄貴でへし折ってやるってな。ああ、わかった。必ず伝えるぜ、お兄ちゃんの弟。兄やの弟。僕のお兄ちゃんは世界一。じゃあ、かっしゃい。やったれちまえ。